いけ。エアコンは電気代が多くかかるから使っちゃダメよ。こんな災害級の暑さだったら死んじゃうよ。クーラー使いすぎたら頭が。クーラー。少しは涼しくなったかしら。そんなんじゃ何も変わんないよ。子供だったらこのぐらいの暑さ耐えなさい。お母さん扇風機占領しないでよ。あー涼しいわ。ちょっと俺にも使わせてよ。どっちなんだこれ、部屋が暑いから熱風しか来ないじゃん。そんなに冷蔵庫開けるならエアコンつければいいじゃん。しつこいわね。ダメなものはダメなの。トイレ。寒っ。このおばさん、俺に隠れてエアコンつけてやがる。絶対許さない。できた。あちあち秋月1号だ。あー涼しい。お母さん遊びに行ってくるね。外は家よりもっと暑いから熱中症とか気をつけなさいよ。熱中症は家で起こることが多いから、お母さんも気をつけてね。ちゃんいなくなったことだし、エアコン使っちゃおうっと。スイッチオン。お母さん、お目覚め。私、暑すぎて気絶しちゃった。エアコン代より入院費の方が高くつくってバカなお母さんでもわかるでしょ。そうね、今度からエアコンはちゃんとつけるようにするわ。わかればいいんだ。はぁ、快適。喉乾いた。あれ、やめちゃん、電気代がかかる分、水道代を節約するわよ。何も学習してないじゃんか。ほら、お兄ちゃんに謝りな。ごめんなさい。あ、引っかかった。バレちゃったか。金子、お前考えたんだけど、子育ては経済的にも肉体的にも一人が限界かも。そうだよね。ま、もしも二人目が欲しくなったらこの手紙を開けてね。立派に育つんだぞ、金子。
あれ、ここはどこ、あなたは誰。下手くそな芝居はやめなさい。ん、様子がおかしいわね。ちょっと来なさい。診断結果の方ですけど、記憶喪失です。記憶喪失？あんた、自分の名前は？治療費の件ですが、1000万円ほどあれば記憶を取り戻せますが。いや、直さなくていいわ。それだと屋根助くんの人生を。あなたの名前はスネアケ、ちゃんと覚えた？うん、僕の名前はスネアケ。いい子ね、それじゃ帰るわよ。なるほど、あれは家なのか。お母さんが。お邪魔しまーす。うわー、こーやった。お母さんがお邪魔しまーす。お母さん、僕の靴早く走れるから運動した方がいいよ。気が利くわね。って、なんでそれを知ってるのかしら。いいから、走りに行こう。さっさっさっさ。そこのボタン押せば早く走れるよ。ここね。おバカが。お母さん、大丈夫？自分の名前言える？散々俺をこき使いやがって。お前の名前はデブ子だよ。今日から俺の奴隷だ。あ、キイコだったわ。え、アネスケ、あんた何してんの。デブ子だってば。待ちなさい。ユンちゃん、ゲームで遊ぼうよ。え、楽しみ。負けたら勝った方の言うことを聞くっていうルールね。うん、よし、行くぞ。やあ、負けないぞ。はい、ユンちゃんの負けです。じゃあ僕の言うことを聞いてもらいます。僕と付き合ってもらいます。え、ま、お互いのこと悪く思ってないし付き合いましょう。そんな感じで付き合いたくないんだけど、ひどい。ちょっと待って、ゆんちゃん。振られたね。一体俺たちの何がダメだったんだ。ケーキ買ってきたわよ。私のラブリーキュウェン、バンビちゃん、あんしてあげる。これからは天才同士仲良くしよう。そうだな、同じ痛みを持った者同士。はい、給食です。いただきます。いただきます。生卵嫌い。しょうがないわね。よく食べれました。あ、こちゃこちゃ。なあ、お前意外にしろよ。じゃあ次、行ってみよう。教えます。はい、なんですけれども、まあ一時行列と言いましたけれども、やっぱりまあであるからして。おい、ゆうき、お前授業中になるのだ。あ、今日飲んでるのは福岡の子供ビール。アルコール度数 0.0% らしいです。じゃあ皆さんも飲み物用意してもらって。はい、乾杯です。なめないでおれ。いや、飲み物飲まないと人間で死ぬっすよ。はぁ、体の 70% って水分でできてるんで、水分補給って大切なんですよ。
教師がそれを否定するって死ねって言ってるのと同じっすよね。そもそも学校はお茶かお水しか飲んじゃダメだ。それって意味ないっすよね。別に科学的根拠もないのにお茶とかお水飲ませるのってただの先生の自己満だし、お茶とかお水のアレルギーあるとは無理っすよね。ちなみにこれは水分補給の他にブドウ糖とカラメル色素を摂取できるので効率いいです。ちゃんと考えてから物事言ってください。今回は